はいどうも、向田です。今回は合同練習会その4の動画になります。前回動画の続き、ファイナルゲームになってます。前ゲームリンクは概要欄に貼っておきます。終幕のファイナルゲームを見ていきましょう。MKバドチャンネル。それでは向田が自宅からお送りしていきます。今まで上げてたゲームの、これファイナルゲームですね。偶然にもファイナルゲームまでいけたという感じですね。このファイナルゲームなんか見てて思ったんですけど、このゲームが一番僕としては体動いてたかなという気がしますね。まあ体動いてたというか、もうこのゲームで、体の全部を使い切ったんですけど、めちゃめちゃ疲れました。見てて思ったのは、なんかまあ、よく動けてるところもあれば、今のところはもうカバーに行ってよかったですね。まあ、左側を、ある程度意識して開けてたって部分はあるんですけど、まあ、それでも、球だったら左側読めたかなという気持ちは多少あります。まあ、見ててわかることでね、やってる最中はほんとしんどいんで、今のはちょっと、もうちょっとセンターでもよかったな、スマッシュというかは。ドロップがね、今回ね、平子さんのドロップがめちゃめちゃ冴えてるので、まあ、別に今回だけじゃない。毎回冴えてるんですけど、今回は特に、差異があったなっていう感じですね。てか、やっぱり平子さんの守備範囲がめちゃめちゃ広いのと、前の安定感がすごかったですね。もう動画見直して思ったんですけど、本当にすごい助けてもらったなって動画見ててマジで思いました。そうですね。レシーブができるようになったのは、なかなか上等。そう、なんか本当にセンター、ほぼセンターを平子さんが全部取ってるみたいなところあるので、今の良かったですね。ちゃんと、そっちに入ってくるのを想像していけたみたいな。これすごいんだよ。で、相手も取ってラリー続きますからね。これまだ続く。結局僕のミスジャッジで点数になっちゃったんですよ。だからやっぱり向こう側になったら、ああいう球はやっぱり相手のコートに返すことに、意味あるんだな、みたいな。そんな感じしますよね。決められた僕が言うのもなんなんですけど。あれやっぱりね、しっかり、ジャッジしてミスっちゃったのはしょうがないんですけど、それでもしっかりね。このレシーブすごくないですか？今の球、動画で見てても速いと思うんですけど、実物で見たらもっと速いんですよ。あれをしっかり奥まで返される。もうげんなりですよ、こっちは。そう、だって今のとことか、よう取った。そうそう、こういうのね。平子さんの守備範囲の高さ。よう取ってる、俺。そう、このラリーしんどいぞ。しんどいけど、いいラリーはできている。そこはダメなんですよ、クロスでは。ごめんなさい。フォアの入り方、上から打ったまで、フレーム上に当たったの僕初めてですからね。ちょっと多分2、3個配球が良くなくて、自分の体力を使いすぎたんですね、あれ。特に最後の、平子さん左利きだし、多少左側に振って、取ってもらおうが、ちょっと甘えとして出ちゃって、で、結局自分がカバーしきれなくて、やられちゃうみたいな。これ結構よく動けてましたね。あそこ抜かれたとしても、今ちょっとタッチしちゃって、終わっちゃいましたけど、あれ多分追いかけられたので、なんか体は本当によく動いてるなと思いますね。やっぱ体勢が低いことがかなり関係してるなと思います。今のはもう甘え。これ平子さんの方に、ロブ上げて、ストレートに打たせて、平子さんに取ってもらおうと正直は思ってますから、なんでしょうね。レシーブしてから動いた方が、やりやすいだろうなっていう気持ち半分、平子さんにレシーブさせた方が、ラリー終わんねえっていう気持ち半分。ラリーを続けるための、僕なりの作戦みたいなところですね。この部屋なんか割と前、ちゃんと冷静に落とせてたってのはありますけど、これ上手いんだよな。平子さん上手なんですよ。サーブレシーブめちゃめちゃ上手くて、全然わかんない。来る場所。味方でもわかんないですもん。スマッシュどうなってんの？スマッシュ、この頃のスマッシュめちゃくちゃ速いんですよ。めちゃくちゃ速いし、今とんでもないコースに飛んできたんで、取れないのは許してください。すごいいいとこ。うまい。速さで、反応で、叩きをされたら、もうさすがに入りますよ。いくら硬いレシーブだと言っても。今のはもう全然よくわからんクロス。ナイス。いや、前の飛びつきで、ただ触って落とすだけじゃなくて、ある程度勢いをつけて下に落としてくれるんで、やっぱり相手もさすがに取れないですよね、それは。ありがてえ。ハエンだ。ハエンだ。前バシバシがハエンだわ。いや、あれの安定感すごいっすよ、マジで。スマッシュ早っ。で、相手もやっぱりね、似たようなことやってくるんですよ。上んだわ。しっかりクロス、しっかりクロス。で、クロスに返すとね、こうやって自分たちが体勢を立て直す余裕ができるのでね、その危なくなった時はもう、また腕を横に振れるっていうのがでかいですね。クロスのロブにしちゃいたい理由っていうのは、腕をブンって振って、そのまま奥に飛ばせるので、だから楽になるんですよね。今の上がっちゃったな。そうそう、だから逃げたいと思ったら、まあクロスに返すのいいんですけど、低く返すとそのまま打たれちゃう。インマンのめちゃめちゃ詰め上手。だからもうあそこで、ラリーの流れで、ここに来るなっていうので、前に詰めてたんでしょうね。そしてサーブ、ロングサーブのスマッシュのスピードじゃねえな、今の。早えんだわ。すごいですよ。だからもうこのレベル帯で練習できたっていう、この日めちゃめちゃ楽しかったですから、ナイスレシーブ。ナイスレシーブ。まあこういうとこでやって初めてなんか、なんて言うんでしょうね。なんて言うんでしょう、わかんないですけど、楽しい練習ってまあいろいろありますけど、こういう楽しさ。わかんないですけど、こういう楽しさが、この時は特に楽しいなと思いましたね。いや、うまい。これ。はい、ドロップ。上手なドロップです、これが。いや、これ本当に、ドロップだけで得点決められるのってすごいんですよ。もう渡辺裕太か平子さんしか多分いないですよ。ありがたい。今、点数どうなってるのか僕もわかんないですけど、そう、はい、ナイスショー、ナイスショー。あ、勝ちましたね。ありがとうございました。MK バドチャンネル。動画をご覧いただきましてありがとうございました。これからも頑張って定期的に動画をアップしていきます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また、コメントは全て返信させていただきますので、コメントもお待ちしております。ありがとうございました。